こんばんは。すごいハロウィン仕様になっとる。こんばんは。こんばんは。ねえ、明日はお話し会よろしくお願いします。あ、ね、いろいろ情報が解禁されまして、今日はソロアーシャが出たのとカップリングが発表されました。なんと一期生の曲が出ます言ってみるもんやねそう、嬉しい。ついに7年越しのあとは 2.5 期生の楽曲と3期生の楽曲と、あとはイケちゃんの、イケちゃんの曲名がなんかすごい愛を与えたことも受け取ったこともないみたいな曲名、題名ちょっと多分合ってない、でもニュアンスがそういう感じのニュアンスで、やばい、もう楽しみすぎると思ってもうイケちゃんのこれが愛をもらったこともあげたこともない、そう、その曲なんかもう絶対壮大じゃないですか。もうイケちゃんの大人っぽい歌声でそんな曲歌われたらもう刺さりそう、いろんな人に。楽しみすぎる、すごい。いけちゃう1曲目のソロもめっちゃ好き。私そういう系の歌好きなのでまだ聞いたことないから想像でしかないけど楽しみです。あとね、そういうサンキちゃんの幽体離脱みたいな、なんか不思議そう不思議そうな曲、 STU あんまり不思議そうな曲ないので楽しみです。 2.5 期の曲は王道な神曲そうな曲名だった。そう、一期は雨とか涙とか、昨日レコーディングしました。もう結構割と治ってきたんですけど、まだ声ハスキーで、昨日もねそんな感じだったので、もうレコーディングの合間合間に龍角散ダイレクトを粉を喉に、そうやりながら、そう今日はね、でもなんかもう自分的に喉は痛いとかはないけど、なんか違和感、なんか
定期的に咳が出ます。でも、もう普通。今日はね、友達と夜ご飯を食べに行きました。友達が仕事が7時くらいに終わるよってなったので、一緒にご飯食べに行きました。もう昼まではずっとゴロゴロしてそう、のんびり過ごしました。パスタを食べました。あと占い行きました。めっちゃ久々に行きました。占い、なんかオンラインで占いをしたのが多分もう9ヶ月前ぐらいにやって、それ以来ずっとしてなくって、で実際に行って占いやってもらうのがもうマジで1年以上前、めっちゃ前に行ったぶりに、なんかノリで行って、そう占ってもらったんですけど、あんまりちょっと抽象的というかほんわかした感じでしたね。しっくりくるこないってあるんだ。あります。その9ヶ月前ぐらいにオンラインでやってもらった時がマジでしっくりきて、めっちゃ当たってたんですよ。個人的に当たってると思って、だから今後別にそれまでも超頻繁に行ってたわけじゃないけど、まあ半年に1回ぐらい行ってて、でもそのオンラインの当たるところを知ってからは年に1回そこ行こうかなっていう思いだったんですね。で今日なんかノリで行ってみて、そう、いやオンラインのところに年一で行くようにしようって思いました。そう、マイが配信します、これマイ美味しそういいでしょういいな、美味しそう、羨ましいだろ、羨ましい、いいな。これはどっから来たの？広島から来たの？東京から来たの？この飲み物？うん、これは東京で使われました。東京で使われた、なんか野生？おもろ。もうハロウィンや。ね、これ今日からよね。確かに今日から。多分。これもそうです。今日って何日？今日は。10月7日から10月7日から始めたんだね、これ。え？え？何日か。あ、何日かって言ったの。7って。あ、7じゃないか。何日だっけ？あ、20だ。今日20日？全然違う。
今日20日だ。こんばんは。こんばんは。挨拶してくれ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。お隣さん。隣のまいさん。いやー、ハッピーハロウィン。やばいよ、ハッピーハロウィンじゃん。本当だ。でもハロウィンって何もしないですね。今年何もしない ね。公園とかはないし。確かに。悲しい。でも同じやつやってたね、生写真多分。ピンクのチャイナ。え、そう、私もピンクのチャイナ。チャイナチャイナやっちゃいな。あれ可愛かったよね。可愛かった、ね、私も見た瞬間あれにしようと思った。中村です、ありがとうございます。お墓お墓とお菓子とコウモリ、うん、お化け。そう、何気に多分初めてチャイナ来ました、私。そしたら1時間目から10時ですよ。寝坊したらダメですよ。寝坊したらごめんなさい。嘘、赤ちゃんのは去年来てましたよね。何来てたっけ。全然初めてやなかった。嘘嘘だ、嘘だっけ。じゃあ初めてじゃなかったです。確かに舞ちゃんがもし遅刻したら、うん、必然的に私も遅刻してるから、同室で。本当だ、ね、大丈夫ですよね。再来だ。大丈夫だよね、だって最強なあの目覚ましそう、私のもうこの目覚ましを入れて寝坊したことないっていうようなアプリを入れてるので、すごい目覚ましなんだから。そう、大丈夫です。わ、ありがとうございます。なんだ、誰だ、ボンちゃん、ありがとうございます。そう、まだ計算してるよ。クマオがちょっと昨日のお礼もしてないですけど、ちょっとまた後日させていただきます。呼び出しします。ありがとう、ボンちゃんさん。ナルドさん、クマお化け。クマお化けってこれか、うん、かわいい。推しかも、推しだこれは。推しクマお化け。ナルダさん、クマお化けありがとうございます。ドロ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 、パーン破裂した。なんか花火っぽくなかった、ヒュードロドロ。ナルダさんありがとう。確かにやばくない、明日ツーショットある。超久々じゃない。どんな感じなんですかね。ツーショットってこう撮ってもらうんですかね。そう、多分机越しのさ、うん、あれやない、昔やっとったやつ、風を待つとかの時にやってたやつ、うんうんうん、てか風を待つ以来じゃない、大好きな人やったっけ。なかった気がするけど、な、無謀はもうなかったよね。あ、大好きな人やっとったわ。えコメントできた、なんか大好きな人以来って。え、でも私もなんか風を待つ以来な気持ち、体感、時が過ぎすぎてね。だってさ、そう考えたらマジで数年ぶりじゃん、うん、やばい、やばいね。あ、大好きな人やってたって。マジか。でもさ、 STU でさ自撮りのやつやってなかったくない。やってなかったね。は絶対になんかスタッフさんが写真撮ってて、うんうんうん、なんか AKB さんのシングルはうんうんカシャーみたいなだったね。自撮りだった。うん、自撮りってすごい今考えたらね。自撮り、うん、だって下手だ、みんな下手だったもん。
あのね、自撮りあるあるで、うん、みんな多分自撮りをしないから、うん、最初にカメラ開けた瞬間に外画面っていう、そう、わかる、あ、うちにしてうちにしてあともうみんなメンバーがここってやってそう、でも慣れてる人はめっちゃ上手い人もおった、おじさまでも悪かったな面白い普段自撮りせん、そうよね、練習してこいって言ってた、いつもかぼちゃに懐かしい、おすすめのポーズはとかいっぱい聞かれるようにした、どうしよう、何なんですか、どうしよう、お化け、あ、もいちゃんいいじゃん、お化け、ハロウィンだから、ハロウィンだし、お化けちほちゃんが多分多いのはこれだと思う、うん、間違いない私はもうこれ、私おすすめ聞かれたらこれっていうか、うさぎ、なんでおじさんにうさぎさせるのなんか喜んでる、オンライン2ショットでも、うん、うさぎってねよく言うそう、そう、キュートにね、うさぎ指定されたらおじさんなのか、違いますよよくない今後できませんね、うさぎ指定、いや同級生ぐらいの人にもしますし、あ、女の子にもします、うさぎしてる人間見るのが好きなんで、うん、意外と上からより下の方が漏れるかも今日ツーショットは割と朝方の方、朝昼ぐらいか、短めだった気がする、私もだ、うん、多分早い方が好き、私、なんでメイクがさよれてないから、でもむくみが取れるのは夜じゃないですか、なんかあんまり実感せん顔のむくみ、なんかさ足とかはさ夜にかけての方がむくむじゃん、あって思ったらなんか朝やってなる、朝1 朝2 朝2 うん、朝2ぐらいだから明日はぴったり、明日は1日よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、対戦よろしくお願いします、夜にかけてメイクが濃くなっていきます、休憩時間にもう一回メイクする、どんどん足して足しておお。カボカボカボチャー、室内弁を声に出る、え、ねえあのさ、あの本人登場の写真さ、いつになったら今の私になるの、もう変わりませんえ、声もなんか撮りましたよね、うん、え、撮った新しいやつ変わった、いや変わってない、わかんないよね、自分の声変わったのかすらわかんない、うん、なんかさ最近室内弁してていちごちゃんに遭遇したの、うんうん、で、あ、いちごちゃんだと思って普通に思ったんだけど、ふと考えた時にこの瀬戸内の声の1年目のアーシャを見て私って分かるのかと思って、誰ってなりそうって思ったら、なんかもう瀬戸内の声の衣装着てるのすごい、やばいよね、うん、カッパ？ドラさんカッパ、あ
パもやばいけどね。カッパなかなか着ないですよ、ね、カッパ着てる人見ないもん最近。着てるかな研究生。だから羨ましい3期生とかはさ、取れたてほやほややん、うん、そのタイミングでね変わったらいいのよね。毎年変えてほしいね。毎年アーシャと同じ時にね変わったらいいのに。俺最近カッパ着た。そうなんや。カッパも6年後にはそう言ってる。そうなると私たちは12年間変わらないことになる。だって12年ってすごいよ。だって小学校中学校高校、小学校1年生から高校卒業するまでの年月だよ。だいぶ変わる。だいぶ変わるよそれって。てかその入った当時に小学生だったメンバーとか、まあ、中学生だったメンバーとかって、うん、めっちゃ変わってるんじゃないですか。大人になって成長して本当だよね、うん、誰がアリちゃんとかさ中1ぐらいだったのがもう高校卒業してるんじゃない、うん、アリちゃんさあの前髪上げてた気がする。確かに。え、うん、そうだポニーテールみたいな、うん、違うかな。うん、ちほちゃんショートですよね。ショート髪短かった、うん、感慨深い。マイケル30歳。何年後？6年後？6年後。本当だ30歳だ。今23？ 24になる年で4にななった？うん、どっか。4月4でしょ？そうですよ。あ、24になったのか。ちほちゃんがうん2個差か。21ですか。でも22になる年。あ、22になったら25になる、うん、あ、じゃあ3個差か。へえ。舞ちゃんと同い年の感覚。やったわっしょいわっしょい。ダスカイダスカイ。いい女になってる。もういい女ですよ。キラリンキラリン。かっこいい。そうです。あいちゃんがあずみの年、あ、覚えれんね。いつまでたってもあずみの年が。あずみ何歳か知ってますか。え、でもねえ、同い年のより1個下ぐらいだった気がする。そういう覚え方。うん、私あずみどうしてもまだ10代に見えちゃって。え、でも分かる、ほんまにそう。で言ったら、うん、20歳超えてますよっていつも言われる。びっくりだよね、マジで。マジでなんか私くるくるが、え、高校卒業するした、する、いや、まだまだ高校生か。でも多分18、高3なのか。多分高3なことにびっくりした、マジで。今高3だってびっくりじゃない、うん、高校1年生のイメージずっと。え、それな、なんかマジさ、入った時の年齢にとらわれてない私たちってね。
これ STU あるあるな気がする。それは俺らも一緒。そうよね。私はずっと19歳ぐらいですね。そうだよ、入った時が遊んぐらいじゃあ私ずっと14歳15 そういうことにしておきましょう。ノアピは中2だぞ。え、今が中2ってこと？でもそれなーにみたいな、やっちまったな。そうでしたっけ。でもさ、小学生ぐらいで入ってきたよね。ええ、あ、本当にノーピは今中2 イエスかノーで言ってください。やっちまったな。いや、本当やっちまったな。いや本当に中2っぽい。うん、いや、そうだ。え、何だわそれは。さすがにね、さすがにね。あ、57ありがとうございます。じゃあちょっとランキング読みます。びっくり。20位シロケンさん、19位ナマハゲさん、18位タカボンさん、17位ロッサさん、16位ヌルディンさん、15位ノリフミさん、14位タマサブロウさん、13位マヤタロウさん、12位アポロンさん、11位キョンシーさん、10位ユリアピースさん、9位のぞみ4号さん、8位ガンスくんさん、7位グリオティーヌさん、ラッキーサブ、6位ゆずきちさん、5位つりけんさん、4位おさんずさむさん、3位東京のスワンさん、すいすい、2位よういちさん、つーつー、そしてそして第1位はピラーヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキョミです。クマお化けタワーもありがとうございます。お待たせしました。あ、じゃあ大無断上要望ちょっと待って、スクショタイムしよう。ポンタさん、おっさんずさむさん、ケンジさん、クマネババさん、ケノペコさん、ゆうきちさん、ボンちゃんさん、呼び出します、東京のスワンさん、カニトモさん、福太郎さん、ノーボディさん、カメキチさん、トールさん、ありがとうございます。ギフトありがとう。ハッピーハロウィーン、トリックアトリート、嬉しい、ありがとうございます。おやすみと、おやすみと、明日会いましょう。確かに明日よろしくお願いします。まかりすごいリラックスモードだ前リラックスモード、また明日ね、いい夢見てるね。おやすみ、おやすみ、バイバーイ、グッナイ、グッナイ。寝坊しないよ、みんなも寝坊しないでね。1時間目から朝ごはんを食べましょう。朝昼晩ちゃんと食べてくださいね。バイバイ、バイバイ、バイバイ。